お座りは？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 足踏みじゃないよ。お座り。それ足踏みでしょ？お座り。あれ？お座りは？ちゃんとできるでしょ？お座り。お座りは？ちゃんと。全然しないね。よし。こんにちは、まぼです。はい、今日も実家に来ているんですけど、そう、家族がみんな風邪で全滅したので、りゅうちゃんのお世話をしてます。はい、じゃありゅうちゃんもこんにちはしてください。はい、りゅうちゃんもこんにちはしてください。こんにちはです。すごい毛が抜けて、最近は本当にブラッシングしてもすごい抜けます。はい、ゆうちゃんはもうね、りゅうさんはもう年が結構、りゅうさんは結構もう年がいってるので、もう本当に頑固になってきちゃってますね、最近は。そう、動物も人間と一緒で、本当にどんどん頑固になってきちゃって大変です。りゅう、頑固。はいはい、お菓子お菓子、食べ物食べ物よし。まあ最近はいろいろまたブログとか、まあ最近は本当にゆるいブログなんですけど、あ、これこの間紹介したカバンだそう、いろいろ最近忙しいのですが、まあなんとか頑張ってます。これからまあリュウさんのお散歩に行って、ちょっとご飯の買い出しとかも行ってこようかと思います。はい、まあ今日はちょっと本当にこんな感じのブログかな感じなんですが、はい、ゆっちゃん最近なんか毛がすごいから、さっきブラッシングしたんだよね。ねえ、ブラッシングしたんですけど、さっきブラッシングしたんですが、なんか多分お家で飼ってるからか、あったかいからすごい毛が抜けてきちゃって、こういうコロコロとかやるといっぱい取れます。だけどなんかこのコロコロが好きみたいで、これをやると結構喜んでますね。ねえりゅうちゃん、いっぱい取れるね。りゅうさん羊みたいなんですよ。よいしょ、こんな感じでいっぱい木が取れました。さっきも15分ぐらいずっとブラッシングしてたんですけど、それでもずっと抜けちゃいますね。またよかったら次の動画も見に来てください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ゆうちゃんもバイバイして。ゆうちゃんもバイバイしてください。バイバーイ。してくれません。はい、すいませんありがとうございました。バイバーイ。ゆうちゃん、みんな行っちゃったね。みんな行っちゃった。ゆうちゃんお留守番、お留守番なの？寂しいの？おいで、ゆうおいで、おいで、こっちおいで、おいで、ゆうちゃん、そっちじゃないよ、こっちで、そっちじゃないよ、こっち、あれー、そっちじゃないよー。